兄弟。頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまった。ああ、立花の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつは相手とこで死んでもらうことに変わりはねえがね。兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。ギリ、おめえが変わった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまったら、連中おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにする気でいい。報われねえな、今時の仁義ってやつはよ。立花は必ず殻の一つぼを手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知った風な口聞くんじゃねえぞ、若造め。任せとけ、兄弟。俺がすぐに黙らしてやる。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア！
おい誰だ。もう見せろ、ぶちまけろ。なんだ。キリュウさん乗って。立花早く。遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろおめえら。道島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです、緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところでそのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやっさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、キリュウさん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。あなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。なら、さっき俺を助けに来たのは俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた、何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただし、あなたと違って私には
私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら私もいくらか。そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちはあなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代滅多にいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花あ、今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田、この町にもわずかですが東条会の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい、橘。社長、しっかりしてください。社長。